はい、皆さんおはようございます。シュです。今回の問題なんですが、ツイッターでも関連した問題を出して、その解題となっております。この問題を見たときに、最初に考えるのは最小公倍数を求めて通分をするって考え方か、もしくは中学受験で素因数分解で求めるやり方が主流だと思います。ですけど、それを考えなくてもできる問題となってまして、その前のツイッターのやつは動画にしてたんですが、もうツイッターでネタバラしちゃったから、ちょっと解題という形で今回の動画を撮っております。はい、それでは考えたい人は今から止めてください。はい、それじゃあ今から、解説をやっていきたいなと思います。はい、今回の問題なんですが、どういうふうにやるかというと、ここの倍数を見てください。そうすると、すべて7の倍数ですね。はい、7の倍数です。はい、7の倍数ということなので、こういうふうにできます。ここは結構省くんですが、どういう意味かという形でちょっと書いていきますね。28を7で割ると、4×7 は2乗じゃ合ってますね。こんな感じで書けると思います。これも同じように、はい、その次に、ここ42やな、ボケてたね、ボケましたね。よしよし、はい、こんな風にできると思います。そうすると、これは、分配法則は7が揃っているという形で、7が括ることができるので、はい、4分の4足す、はい、5分の5引く、はい、6分の6という形で、はい、7分の1という形になります。そうすると4分の4というのは1で、1で引く1なので、はい、これを求めると、1かける、はい、7分の1なので、答えは、7分の1が、はい、正解となります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題としましては、通分最小公倍数が結構大きな数字になっていくと思います。ですけど、工夫をすれば、7分の1でかけるということは全て分かりますので、それで分配法則すれば、最終的に簡単な数字になってしまうという問題でした。今回の問題が面白いためになったと思いましたら、ぜひとも使ってみてください。また、チャンネル登録していただいたらグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。これからも応援よろしくお願いいたします。次の面白い問題、もしくは面白い授業で。それではまた。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。今回の問題、面白い、分かりやすかったグッドボタンを、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。